みんな、校長先生だよ。FC 大阪の体育の授業、みんなどうだい？頑張ってるか？ちょっとしんどいか？まだまだ頑張ってくれよ。よろしく。 FC 大阪の体育の授業、これからもまだまだ楽しい授業が続くので、引き続き FC 大阪体育の授業で一日中頑張れ。皆さんこんにちは。今日はストリートダンスの授業をやります。担当の力先生です。皆さんよろしくお願いします。はい、今日はタットっていう動きを練習していきたいと思います。で、タット何かというと、体で、腕とか手を使って四角を作っていくような動きになるんですけど、まず両腕を曲げます。で、ここから今手首を曲げます。で、今ちょうどここにこう四角ができてるような感じですね。で、次、今曲げたこの腕をそのまままっすぐ前に倒していって、下に下ろしていきます。そうするとまた今度下にこう四角をあるようなイメージで下ろしていきます。このままこの曲げた状態を、腕をまっすぐ下に下ろしていって、下に四角を作るような感じで下ろしていきます。はい、そしたら腕を上げて手首を曲げたところから、次、指先、ここを中心に手首を斜めに押し出すような感じで、最初慣れないうちはこう持ったまんま手首を下ろしていきます。わかりますか？ここを斜めに持っていくような感じで手首を下に下ろしていきます。その時に反対の手はこのままなので、下ろしていくとちょうどここに四角ができるように持っていきます。ここから手首を斜めに下ろしていくように下げていきます。 OK ですか？もう一回いきます。上げて手首で、手首を斜めに押し出す。 OK ですか？で、この動きを覚えたら、上げて曲げて下ろしたところで同じように手首を持っていきます。ただ、ここに四角ができるので、この状態を作ってください。もう一回いきますね。上げる、手首曲げる、腕を下ろす、四角を作る。 OK ですか？そしたら、その次、ここからこのままこの四角を真上に持っていきます。これはここの手首を、体をここにお腹ですね、お腹にくっつけて、そのままそこを軸に上げてくるようにすると綺麗に上がってきます。 OK ですか？ここから下で四角を作って、手首をお腹につけて、そのまま上げてくると綺麗に上がってきます。で、ここまでをつなげると、上げる、手首下ろす、押して上げる。 OK ですか？もう一回いきますね。せーの。上げる、手首下ろす、手首上に上げる。はい、ここまでいきましょう。はい、そしたら下から上に持ち上げてきた後、今度はこの四角を今度右側で作っていきたいと思います。上げてきたものを右側で作るってなると、今度はさっきここで練習したこの動きの反対をやっていきます。まず右手を手首元に戻していきます。ここを中心に手首を戻していきます。 OK ですか？そうすると今度こっちに戻っていくので、その後にこれと同じタイミングで、今ここにある手首を斜めに持っていきます。そうすると右に四角ができます。 OK ですか？下から持ち上げていき、右手は斜め上、
左手は斜め下に下ろすような感じで持っていくと右に四角ができます。で、最後に今この右に持ってきたこっちの手を指先を中心に戻してきてあげると手を合わせて終わりです。はい、それではカウントでやっていきます。まず一つずつ数えていきます。まず上に上げて1 2 3下ろして4 5上げて6 7で合わせて8で最後お辞儀しましょうか。はい、そこまでいきます。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8。はい、じゃあちょっと早くやっていきます。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8。はい、じゃあ最後一番早くやっていきます。5 6、せーの、1 2 3 4 5 6 7 8。はい、それでは音でやっていきましょう。はい、それでは音でやっていきます。まずはゆっくりやっていきます。数回ずつ5 6、せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8。それでは次早くやっていきましょう。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8。はい、これがスタートです。はい、皆さんどうでしたか。今日やったタットは四角を作っていければ何でもありなので、いろいろ試してみてください。こうやってやってみて、こうやって反対打ってみて、こっちに持ってきたりとか、動いてきたりとか、いろいろ試しながらいろいろ練習して頑張ってタットできるように練習してください。はい、それではこれでストリートダンスの授業を終わりにします。ありがとうございました。